マリオブルネロは、イタリアのチェリスト。カステル・フランコ・ベイネと生まれ。ベネツィア音楽院で、アドリアーノ・ベンド・ラメリ、アントニオ・ヤニグロに指示。1986年、モスクワのチャイコフスキー国際コンクールチェロ部門で、第1位を受賞。クラウディオ・アバド、チョン・ミョン・フン、バレリー・エルギエフ、カルロ・マリア・ジュリーニ、エリア・フ・インバル、マレク・ヤノフスキ、リッカルド、ムーティ、ズ・ビン・メータ。 小沢誠せなどの名だたる指揮者のもと、世界の主要なコンサートホールで演奏活動を行っている。室内アンサンブルにも積極的に参加しており、これまでにピアニストのマッシモソメンツィ、アンドレアルチェーニ、バイオリニストのギドン・クレーメル、サルバトーレ・アッカルド、フランク・ペーター・チン・マーマンなどのソーリストと共演している。ビニチオ・カッポッセラ、ユリ、ケイン、 ジャンマリアテスタとのジャズフェスティバルに参加し、マッタレーナクリッパ、マルコ・パオリーニとの演劇公演や、バッハに捧げる、先見性のあるプロジェクトも行っている。彼は、イタリア弦楽合奏団の創立者であり、指揮者でもある。シエナのキジアーナ音楽院の書き専門コースで教えており、そして、サンタ・チェチーリア国立アカデミアの教員でもある。彼のレパートリーは、 バロック音楽やバッハから、現代音楽、ジャズへの進出まで、非常に幅広い。ベネデット・マッツァクラティ、後に、イタリア原楽四重奏団のチェリスト、フランコ・ロッシが所有していた、17世紀に、ジョバンニ・パオロ・マギーニが制作したチェロを演奏している。2008年からは、レッジオ・エミリアの国際原楽四重奏コンクール、プレミオ・パオロ・ボルチアーニの芸術監督を務めている。 故郷のカステル・フランコ・ベネトでは、鉄を製造していた古い工場を、コンサートホールとして、再利用したカパンノーネ・アンティルギーネで、コンサートや講座、マスタークラスを開催した。このプロジェクトでは、監督のパトリシア・バルベッティとロベルタ・ペドリーニが、スイス・イタリア語放送のためにドキュメンタリー、イン・アルト・コン・ラ・ムジカを制作した。彼は、音楽祭、ドロミテの響きに、第1回から参加している。 ありがとうございます。